はい、こんにちは、スイートブライヤーです。昨日はお休みいただきました。さあ、今日もあ、ちょっと降りちゃいました。今日も南斜面のお花を束ねながらご紹介したいと思います。はい、まずこれコバノジーナです。ちょっとお花終わっちゃってますけど、まだまだ綺麗ですね。はい、これがマリードルレアンっていうティーローズ、これカラスバクララね。そしてアスチルベのこう垂れて咲くやつね、しだれ咲きみたいな。そしてまたこれカラスバクララ、今日はピンクで染めます。これでできました。今日は南斜面、旧斜面、南旧斜面庭の、ピンク色のお花で作ってみました。はい、皆さんも作ってみてね。じゃあねー。